こんにちは、リポーターの桑田彩です。本日一緒にご紹介していただける、はい、九条成城の唐沢と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日は認定中古車のご紹介ということで、はい、こちらのお車ですね、はい、どういったお車になりますか。はい、九条の 3008GT というお車になります。GT っていうのはどういったものになるんですか。はい、プジョーのグレードの一つになってまして、はい、一応上位グレード。おー、はい、いいグレードってことですね。いいす、個性的なデザイン。ここからもうグリルに合わせて、グリルに行ってきめ細かい ね、 いいですよ。シルバーのグリルになってるっていうところが、はい、で特にこのセレベスブルーっていうお色になるんですが、はい、これがかなりの人気でですね。そうなんですか。はい、今ねちょっと暗くなってきたんですけど、はい、なんだろう、夜明け前の空みたいな。そうですね、すごい深い黒。特に本当に光の当たり具合でいろんな色に見えてくるので、うん、乗っててすごく飽きない。うんうん、で明るい時にちょっと太陽の光で見てみたい色ですね。はい、色になってますね。どんなエンジンが乗ってるんですか。はい、これは 1.6 リッターのガソリンのターボになります。はい、ガソリンならではの伸びのある力強い走りっていうところが魅力の一つかなというふうに思います。はい、ちなみに燃費とかってどれぐらいだか分かったりしますか。そうですね、だいたい街乗りで13から15ぐらいは、ね、はい、走るかな。ちょっと見ていいですか。どうぞ。うわ、もうね、私プジョーさんのこのコックピット感大好きなんですよ。ありがとうございます。もうだって開けた瞬間からお出迎えしてくれてますもん。はい、お邪魔します。え、すごい、待ってください、今見えたこれ。はい、ちょっと青いね、ライトが光ってる、光ってるようになって、かっこいい。え、はい、あ、至る所に光ってますね、ドリンクホルダーのところも。え、なんだろう、ちょっと間接照明みたいな。そうなんですよ、青い照明が入ってるので、ね、おしゃれなお家にある照明じゃないですか。はい、もう家じゃないですか。そうですね、モデルハウスですよ。で特に今座っていただいているシートなんですけど、なになに、アルカンターラって言ってちょっとスウェード調の、出た、はい、ちょっと触り心地のいい素材を使っております。すごい、はい、これが実はね、現行の新車ではもうなくなってしまってる仕様に。そうなんですか。はい、あ、もうじゃあ中古車ですか。はい、味わえないアルカンターラ。はい、中古車ならではの特典というか。めちゃくちゃかっこいいですよ。そうなんですよ、なんでなくなっちゃったんですか。もうね、中古車ならではのアルカンターラということで、はい、後ろを見ていきたいと思います。はい、後部座席もね、しっかりアルカンターラのシート。本当だ、はい、すごい広いですね。はい、ちょっとまた座ってみたいと思います。よいしょ。いいですね、よいしょって座った位置がもうこのお尻の高さにシートがあるので、それね、めちゃくちゃ乗り込みがスムーズに乗り込みができると思います。うん、何のよいしょもなかったですよ。はい、うん、お隣にアームレストが実は眠っているので、はい、こちらですか。はい、そこですね、そこの間からガポッと、うわ、はい、出していただいて、しかもここが浮いてるので、はい、なんかこうやってちょっとこうやって足の移動でもぶつからないのでめちゃくちゃいいですね。はい、でドリンクホルダーもね、いいですね、2つついてて、はい、ということでね、やっぱ皆さんが気になる後ろの荷物スペース見ていきたいと思います。はい、でこちらに関しては、はい、電動の、おお、このようになってますので、パワーいらず、はい、しかもちゃんと電気ついてくれるんですね。そうなんですね、こういった暗い時でも ね明るく照らしてくれるので、荷物の出し入れ等もねしやすいかなと思って。最近の車にはなかなかないんですけど、はい、この下にちゃんとスペアタイヤが装着されております。パンクできます、いつでも。はい、まあ、くない方がねいいんですけど、いいんですけど、まあ、仮にあなってしまった場合、そう、なんか最近の車って修理キットを積んでることが多くて、コンプレッサーがだから積んである車とか多いんですけど、うん、ちょっと面倒だし、それ使っちゃったらね、もう修理できなくなっちゃったりするの で、はい、これすごいです、いいです、私スペアタイヤ嬉しい、はい、結構感動してます今。ありがとうございます。はい、で閉めるときは赤いボタン、赤いボタンを押していただければ、えい、いいですね、はい、ノーパワー。はい、ということでこの素敵なお車一周ぐるっと見て回りましたけれども、はい、ちょっと
皆さんね、やっぱ中古車なので気になるのが走行距離とかだったりお値段だったりとか、はい、年式だったりすると思うんですけど、はい、教えていただいてもよろしいですか。はい、かしこまりました。こちらのお車の年式はですね、2021年式のお車です。まだ全然新しいですね。新しいですね、うんうんうん、はい、で走行距離に関しても約9300キロ。え、1万キロいってないんですか。切ってるんです。あ、もうほぼ新車です、それは。はい、はい、の、まあ、こちらのお車に関しては車検が切れているお車になりますので、はい、うちの、メーカー指定の整備工場で、整備をさせていただき、新たにね車検2年間お付けさせていただいた状態でご納車させていただくっていう、かなりお得な、ね、お得ですね、お車ということでね、はい、お値段が、はい、こちらの車両本体金額が359万円。こちら総額はいくらになりますか、ね。はい、こちらの総額が、380万円。380万、1万キロ切ってるのに、はい、車検まるっとついてるのに、はい、いや、これは皆さんめちゃくちゃお得ですねちなみに新車価格ってどれくらいなんですか。新車だともう今500万円台後半が、はい、金額になってるので、めちゃくちゃお得ですね。かなりお得な、ぜひぜひこの、ね、本当にお得な車なので、気になる方はぜひ店舗の方にお問い合わせいただければと思います。はい。